なかなかうまくいかなくて、いつも通りのサッカーができなくて、やっぱ苦しい戦いになりましたね。本当に悔しい思いしか残ってないですね、あの試合は。町田についてはすごい負けたくないっていう気持ちが一番強いかもしれないので、町田のおかげで今の自分たちがあるかもしれないですけど、やっぱあの時の悔しさは忘れずに今も戦っているし、そうですね、あの時の悔しさを町田戦にぶつけられたらいいかなと思います。